ごと一発始めます。始めます。今日はね、この後最近元気ねえんじゃねえかなっていう、ちょっと切れ味失ってんじゃねえかなっていう友達が平井にいるんだけど、そいつ昼頃誘って今日ちょっと飲み行こうぜと、言ってあるんで、この後そいつと飲み行ってきます。まあその前にちょっと始めちゃってるけど、で今日は俺思うんだけど、正義のヒーロー、がいて、でそれは対するヒール役っていうさ、悪魔っていうかさ、悪いやつっていうかさ、そういうのがあってさ、なんか話って成立してるんだけどさ、まあ世の中で俺はヒーローになろうって思ったことがない、スーパースターにはちょっと違うんじゃないかなとか思ってて、どちらかといえばヒール役の方がこの人生楽しいんじゃねえかなって思ってる、やっぱ正義のヒーローはまあ当然素晴らしいんだけど、あんな素晴らしい人にはなれねえなとか思っちゃってるのね、どんな人がスーパースター、正義のヒーローかっていうとさ、毎日仕事が終わったらダッシュで帰るとか、スーパーヒーローだよ、で帰って子供たちとお風呂入って、で家でご飯食べて一緒に寝るとか、スーパーヒーロー、正義の味方パパ、だからそれさ絶対俺できねえなと思って、だから俺とかさ、まあ、今日も飲んで帰るけど、子供たちからしたらいつも飲んでんじゃないよとか言って、そんなね、飲んで帰ってきたらね、もしも今度引っ越して新しい家行ったらね、お父さんの部屋ねぶっ壊すよとか言ってた。超怖えだいやだから間違いなく娘たちからしたら俺はスーパースターとかヒーローじゃねえんだなっていう、わーっつって分かったよ、だから分かってたし最初からそうなんだけど、もう再確認、だから俺はそういった感じで生きてくんだけど、やっぱりただのヒールじゃないんだよな、レベル高いヒールっていうか、かっこいいヒールが一番いいと思うんだよね、俺は正義のヒーローにはなれないけど、かっこいいヒールにはなれるんじゃないかな、だから今日とかも早く帰ることはできました、スーパースター正義のヒーローになれるタイミングはありました。仕事も早く終わったんで、夜の予約も今日はないから、けど俺は一人の元気のない友達を助けたかった、お父さんが、でそいつと飲み屋でも行かないと会うきっかけがないから、たまたま飲食店に行って、これから行ってそいつを元気づけさせると、全然そいつは友達は笑ってもないし、もうね案外ね前に出ていくタイプだったんだけど、もう全然静かみたいななっちゃってるから、お父はそいつがめちゃくちゃ、去年で笑った回数を今日1日で2時間で笑わせてやろうと、去年1年全然会ってないんだけど、そいつと去年1年笑った回数を今日たったの2時間で俺は元気にさせてるっていう、っていうそうなんだよね、子供たちからしたら悪魔だよ、ふざけんなお前早く帰ってこいやこれみたいな、可愛い私たちと遊べこれとか言って、
言ってっけど、でそこはヒールなんだけど、親父は実を言うと何を隠そうを一番かっこいいヒールなんだっていう、そういうことなんだよ、うん、だからさ、まあ子供たちにもね、もうずっとヒールだよ本当に、うん、おい今日幼稚園何やったんだ、うん、あ、そっか、とか、うわすごいね、何々できてんだ、え英語覚えちゃったの、 A B C S E X バカ、そういうのはさ、うん、あれなんだけど、やっぱかっこいい正義の親父は無理だな、うん、俺には絶対それは似合わない、うん、そういうのをやめた方がいいんだよ、うん、だから俺はヒールで生きていくから、うん、これはちょっと言っとかねえとダメかなとか思っちゃって、うん、でみんなも、うん、かっこいいヒール目指してこうよっていう、うん、お笑い界ってさ広いけどさ、人を笑わせる職業の人とかお笑い芸人とかで吉本超でかいスーパーでかいそこのスーパースター明石家さんまダウンタウンとかあれヒーローじゃん、うん、けどそこを対処して吉本興業対処してやってる人ってなんかいっぱいいるじゃん、うん、西野、まあ、キングコングオリエンタルラジオ山本圭ちゃん宮迫、うん、とかなんかヒールみたいな感じに持ってかれてるけど、だけどみんなその YouTube とかのステージでかっこいいことしてるってことは、まあかっこいいヒールって言われてもいいのかなって、だああいうライン行きたいな、人を笑わせることには変わりないことをしてて、うん、多分そうなんだよね、まあやり方を変えてるんだけど、うん、やっぱり人の前に立って物事を進めるっていう、うん、それだったら俺はそっちの方がいいかなっていう、うん、やっぱり正統派じゃないんだよね多分根が、うん、根が腐ってるからかな、うん、根っこはぶっといんだけどなんか腐ってんだよね、うん、だからヒールとかになっちゃうのかな、うん、だけどヒールってさその王道乗ってる必殺パターンとかじゃないから、うん、インパクト勝負だったりするし物事考えるようになる、 どうやったらあのヒーローのことギャフンと言わせてやれるんだとか考える、うん、多分ヒーローより考えてると思うんだよね、目立ち方とか出方とか、うん、今日どういう感じでいこうかなとか、うん、だからいつも毎日やっぱ必殺技変えていくぐらいな感じで、うん、俺もとんかつ屋に関してもあの王道行った感じじゃないよ、20年とんかつ屋で修行して、まあ自分の家で修行して親父から学んで、それで代替わりで3代目やらせてもらってますとかそういうんじゃねえもん、正統派スタイルじゃねえもん、うちはこのパン粉屋のパン粉使ってます、中屋パン粉使ってますとか、林 SPF でバッチバチマします、これとこれの掛け合わせでそれに俺たちのエッセンスぶっ込んだのを売ってますとか、うん、バラしちゃってますみたいな、うん、あのバラしちゃってっからねパン粉屋とか、だからとんかつ屋からさ、おいおいおい何やっちゃってんのみたいな感じなんだよ、うん、けどそこ行っちゃうみたいな、うん、そことかもやっぱヒールが向いてんのかなっていう、うん、なんでこれからも、うん、アンチじゃないよ、うん、俺はアンチじゃなくてかっこいいヒール、うん、目指してやっていくんで、これからも応援よろしくお願いします。
今日は一人の男をねマジで元気にさせていくんで、あ、皆さんもちょっと元気になりたいなとか言ったら言って、そしたらもうそこで俺元気にさせちゃう動画とか撮ってさ、話聞くしさ、まあそういうのもねやってみたいんで、ちょっと家まで行っていいですかとかいう、ちょっとあのエロいやつ、それエロビデだからで、家まで行っていいですか、家まで行っちゃうから、それやっちゃおうか、なんでまあ女とは限らないもんな、いやだけど部屋とか、部屋とか見てえな、部屋とか見てえな、なんで女の子の一人暮らしの部屋とか行きてえな、来てえな、まあそういうのもそうだね、ヒールはできるんで、正義のヒーローじゃないから、なんで連絡待ってますよ、あなたのお家行っていいですか、やろうやろう、まあ、すげえレポートすっから俺マジで、これ何ですかこの電気で動くブーンとか、これ何ですかこのピンクのなんか紐がついてるブーンとかで、そういうのとかね、もうマジで俺分かるんだもん、隠し場所とか、分かってんだよ。なんでだいたいね1回か2回家宅捜査やられるとだいたい分かるから、怪しいポイントがね、まあそれでまあそういうのも今度教えてあげるから、また明日会いましょう、ごでっぱでしょ、出せんのこれ、出せんだっつんだよっつって